はい、3年の田中美佐子です。インドの子どもたちに日本の教育を提供する会社にインターン行きました。主に小学校5年生6年生向けの教材を作ってました。作った後に一度、お金を払ってもらって実際に受けてくれました。その時はすごく笑顔で楽しそうに受けてるのを見てすごく感動しました。教育関係に興味があって教職課程を取って教員になるか、教育会社で勤めるかどちらか悩んでいる時にこのプログラムを見て一度教育の会社で、経験したいなと思って選びました。最初はすごく不安って思ってましたけど、やっていくうちにすごく楽しいと思えたし、自分に興味のある会社に、一応参加をすることができたので、それがすごく楽しかったっていうのと、ビジネスの世界で働いている社会人と関わることができたので、それはすごくいい経験になったと思います。一番学んだところはタスクの管理と教材の作成の仕方で、教材の作成はパソコンが苦手だったのですごく苦戦してたんですけど、それも企業の方がすごい優しく教えてくださったおかげでなんとか作り上げることができました。でタスクの管理は最初すごく余裕を持って時間を取ってたんですけど、期日までに間に合わなそうになった時、企業の方からアドバイスをいただいてなんとか期日までに終えることができたので、すごくいい経験になったと思います。コーディネーターの方から、事前研修や、企業選択のサポートを受けました。スムーズに企業選択とか企業に関する連絡のやり取りとかのサポートもしてくださったので、安心してインターンを受けることができました。私はこのプログラムを通じて素晴らしい経験を積むことができました。ビジネスの世界で新たな経験がしてみたいなって思う人におすすめです。あなたもぜひチャレンジしてみてください。